はい、どうも鳥さんです。本日はこれだ。どれだ。はい、はい、テストです。テストですか。わかりました。はい、今回は、はい、12ヶ月。1月、2月、3月とか。はい。はい、の和風の月の名前、呼び方。ああ、なるほど。を、はい、順に答えていただきます。こんなのも簡単じゃないですか。お、私だってそれみたいなやつやってますもん。全部言えますかね。多分ね。半分は絶対間違いないと思うよ。半分はね。お願いします。どっからですか？1月から？そうですね。まずはでは1月。これこそ本当に間違えちゃダメでしょ。ムツキ。正解。はい。はい、続きまして2月。キサラギ。はい。3月。弥生。4月。4月はちょっと待ってね。4月は、ウズキか。あ、違うな。あれ？ウズキだよね。ウズキ。あ、そうだよね。はいはい。5月。サツキ。6月。ミナズキ。7月。7月、あれ？7どっちだ？7どっちだ？7と8が俺ごっちゃになったんだよな。ふずき。おお、正解。うん。はずき。おお。で、9月。9月なんだっけ ?9月なんだっけ？September。え？ふずき。はずき、みなずき、ふずき、はずき、9月、9、10、11、9、え、11、12はわかるよ。おお、下月、しわす。はい。え、9月、10月、セプテンバー、オクトーバー、なんだっけ、あれ、ね、でもね、いや、分かるよ、あのね、長いやつですよ、いわゆる、長いやつですよ。あ、やべえな、意外と分かんねえぞ。実は先ほどから答えは出ているんですね、うんうん、出てる、はい、俺言ってる、言ってるんです。長いやつですよ、いわゆるセプテンバー概念、先ほどからおっしゃってます。概念を言っている。概念、先ほどから。セプテンバー。正解を言ってんの？口に出してんの？口に出しています。え、下月、しわす、えのべ、何月？何月？いく月？違う。概念って何？俺、口に出してんの？二つとも？いえ。9月。9月。え、なんか言ったっけ？え？何？どんな月ですか？うん、どんな月ですかと。え？え？え、9月なんてあったっけ？みなずき、うずき、はずき、何月？なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、やべ、全然出てこなくなっちゃった。10はいわゆる、うん、まあ、諸説あると思うんですけど、はいはい、神様が。ああ、わかった。はいはいはい。そっちは10はわかりました。ありがとうございます。神奈月ですね。お、うん、9ね。9。9ね。でも俺は口に出しているのね。はい、長いやつですよ。ほぼ正解を言っている。ほぼわからない。わからないっていう、わからない月。若月違う。何月？神月。月、葉月。餅月。あれね。まあ、
かりました。わかりましたよ。長月ですか。はい。お見事。いや、そこの2つ鬼門ですね。意外と。聞けばね、神奈月とか、ああ、そうねっていう感じなんですけど、長月って意外と難しくない？出てこなくない？一番。そうなんですね、確かに。難しいですね。意外と。まあ、しょうがない。半分は、12から5まで合ってれば僕はもう大体大丈夫ですから。はっきり言って。そっち間違えなかったんで。まあ、よしとしましょうか。ね。皆様、ご容赦くださいませ。はい、ということでね。意外と難しかったですね。まあ、こういうのもね、ちょっと調べてみると面白かったりするので。ね。皆さんも気になったら調べてみましょうか。はい、ということで、またお会いしたいと思います。バイバーイ。